担当が好きなんで、まあ、月に1、2回通ってます。しゃべりとか結構の子が多いんですけど、やっぱ私はとか夜のお仕事
めっちゃ嬉しそうにしてくれる。いや、もう帰ってきてくれるの。そう、そんな早かった。大丈夫だよ、本当に。僕は別に気にするところじゃないと思うし、もし嫌だと思うんだったら、絶対欲しいな。うん、嬉しい。めっちゃ可愛い。可愛くないですか？いや、めちゃくちゃ可愛い。マジで。え、さっき何話してたの？さっき？内緒。内緒？何それ？大爆弾だって。いや、俺の名前ないから。ああ、確かに。え、まあまあまあ、後でやる。そんなこと好きだから、うちも支援してくれてるっていう。そこで優劣つけたら違う。なんか楽しくて一緒にいるから楽しくないでもね、可愛いからね。まあ可愛いだけじゃないけど。人として好きだから。まあ大好きだよ、それは。まあ結果、うん、僕ら二人が最強に可愛いってことで、僕は頑張りましょう。頑張りよ。やばい。現状が面白くないこの今一緒にいる時間です。ではこれで今の時間十分だと思います。そこから先プラスで普通に多分やりたいこととかもあるんですけど、で今のままで十分だ。大丈夫。こちらこそありがとう。お願いします。俺も昼食やってたから分かるけどさ、みんな大変じゃん。だけど、月一でも月にでも毎日。めちゃくちゃ嬉しいから。それはそう。それこそいつもありがとうございます。いつも嬉しいです。ずっと大切にします。ありがとうございます。はい。バイバーイ。こちらこそありがとう。バイバイ。気をつけて帰って。バイバイ。イエーイ。バイバイ。はい。気をつけて。私の担当めっちゃかっこよくなかったですか？ですよね。やっぱなんか私の担当優しくて仕事もできるし包容力もあって、こんななんか放送客の私にも優しく接してくれるんですよ。だから次会うのも楽しみです。